マイケル・ジョーンズは、オーストラリア、パース出身の歌手、松田聖子の、抱いて、を英語でカバーし、日本版のアルバムも発売された。2014年に旧成、去年35、米人気オーディション番組、アメリカンアイドルのファイナリストとなり、注目を集めた。予選の段階から実力を高く評価され、人気を博していたものの、 番組では8位と早期に脱落することとなり、当時の視聴者に大きな衝撃を与えた。その後、番組は予期せぬ段階で脱落したファイナリストを審査員権限により一度だけ救えるという新ルールを設けることになったが、このルールが初めて紹介された際に、ジョーンズの脱落映像も流れていたため、 シーズン7放送当時にこのルールが存在していたら、ジョーンズの脱落の際に適用されていたと思われる。アメリカンアイドル以後は、デイビッド・フォスターに才能を買われ、フォスターのコンサートなどにも出演した。フォスター作曲の、偉大て、を英語でカバーし、それでも僕は諦めない、この手で夢をつかむまではというタイトルで、日本版アルバムも発売された。 2014年7月末に足首に痛みを訴え、病院へ行くが特に異常なしと診断され帰宅。しかし翌日の8月1日に自宅で急性した。死因は足首にできた血栓とされている。ありがとうございます。